卵黒い手帳黒いモロッコ川の表紙をつけた一冊の手帳が薄明な様子で机の上に載っている一輪挿しの水仙がその上に影を落としている一見変哲もないこの古手帳の中には ある男の不敵な研究の全過程が書きつけられてあるそれはほとんど象徴的ともいえるほどの富を彼にもたらすはずであったがその男は一昨日小石を血に染めて脅迫と孤独のうちに一生を終えたこの手帳を手に入れるためにある夫婦が人相の変わるほど少女していた 結局望みを遂げることができず恨みをのんで北の方へ旅立っていったそしていいかげんな巡り合わせで望んでもいない自分が遺品といった意味合いでうやむやのうちに受け取るような羽目になった「運命とは元来核のごとく不器用なものであろう今朝つくはずだった資料の公りは 事故のために明日まで到着せぬことになったいらだたしい時間を紛らわすためにこの黒い手帳を巡って起きた出来事をありのままに書いてみようと思う彼とある夫婦の間の微妙なもつれについてである当時彼は6階の屋根裏に夫婦は4階に自分は中間の5階に住んでいた この2組の生活を観察しようと思うなら同じ数だけ階段を昇降するだけでよかった自分は階下で夫婦と談話しすぐその足で6階の彼のところへ上がってゆく互いに感知せずそのくせ微妙に影響し合う興味深い2つの生活を自分は両方から余すところなく眺めていたのである自分は文学者ではないから 面白いようにも読みやすいようにも書くことはできぬ。が、ものを見る目だけは大して謝らぬと信ずる。自分は見たままに書く。これを書く動機は十分にあるのだが、それまで打ち明ける気はない。懺悔のためとも、鑑賞のためとも、勝手に考えてくれてよろしい。 一つこの年の中頃から為替は不幸な変異を続けていた三月目には昔の半分に半年の終わりには約三分の一になってしまった留学に対する自分の年金は一定の額に釘付けされているので研究に必要な所定の年月だけパリに泊まるためには為替の率に応じて生活を下落させてゆかねばならぬ そういうい理由によって半年の間に3度移転した一度ごとに趣味が悪くなった3度目のこの宿はこれ以上汚くては人間として面目を保つことはできまいと思われるほどのものだった手すりの代わりに柵を取り付けた穴だらけの暗い険しい階段を非常な危険を冒して登ってゆく 五階のとっつきにその部屋があった鉄棒をはめた小窓が一つ瓦敷きの床むき出しの壁には23日前の雨じめりがしっとりと澄み通ってところどころに梅雨の玉をきらめかせているこれを人間に貸そうというのである着想の素晴らしさに感動してその部屋を借りることにした 為替の下落もよもやここまでは追いつくまい。とすると当分移転の面倒だけは省けるからである。寝台に腰を下ろしてなすこともなく腕をこまねいていると扉をたたいてびっくりした子供のような一種不可解な顔をした男が入ってきた髪は遠慮なく薄くなりかけているが顔の方は212で肌と発達を止めたものと見える。 自分の部屋を訪れるために無理に上着のボタンをかけてきたのだろうそのボタンを飛ばすまいとして一生懸命に下っ腹をへこましているふうだった通例の挨拶の後下ったらすな口調で私はこの絵画に住んでいるものですお差し支えなかったらお近づきの印ししに晩餐を差し上げたい何しろ今日はクリスマス前夜のことだから 一人で夜食をなさるのはさぞ味気ないだろう。それに、妻も非常に希望しているから。という意味のことを極めてぼんやりと付け加えた一つ夫婦の部屋は貧困なりにやはり家庭だとうなずかせる和やかな雰囲気があったその中に大変小柄な女が立っていた。 これが細君だった。前髪を眉の上で切りそろえてシナの女のようにしている245歳であろうかどんな男をもドキリとさせずにおかぬような戦場的な目つきで手を握ると「ようこそ」と言ったそれが自分には「ジュテーム汝を愛す」と言われた気がしたそんな錯覚を起こさせる過度なものが 確かにアクセントの中に含まれていたこの夫婦はアメリカの生まれのいわゆる第二世同士で夫の方は声楽を妻君の方はピアノの勉強をしているということだった食事と身の上話が済むとお定まりのアルバムが出てきたいずれの前例に劣らず退屈千番なものだったその中にバクトのような 無残な人相をした角刈りの男の写真があった自分は興味を感じ親族かと尋ねるとそれはハワイの大漁場主で赤の他人なのだが2人の勉強ぶりに感激して協議的に3年のパリ留学の費用を引き受けてくれ今ここで勉強しているのはこの人の講演によるものだと言った部屋へ帰ろうとして立ち上がるとその時窓に沿って か海上から盛んに落下するものと聞いた尿の音に違いなかった自分はある爽快さを感じどんなやつの仕業かと尋ねるとあなたのすぐ上にいる日本人がやるんです元は絵描きだったということですが毎日部屋に閉じこもって何か計算ばかりしているんだそうですこの宿には、 もう10年以上もいると聞きましたと言った1つ1月1日の朝のことである上の部屋で傍若無人に飛び跳ねる粗暴な物音で目を覚ました一体上の部屋の住人はこれまでもよっぴて部屋を歩き回ったりけたたましく椅子を倒したりして悩ましたが この朝のの朝騒ぎは実にバカバカカしいもので、そのために天井の壁土が剥離して盛んに顔の上に落ちてくるこれは我慢がなりかねた無言で扉を押し開けると目の前にいささか蒸気を逸した光景が展開した広い部屋の床全面に約2尺ほどの高さに驚くべき量の紙くずが堆積し壁には ところに数字と公式が落書きしてあった床の上で自在に養便すると見えこんもりと盛り上がった固形物が紙くずの間に見え隠れしていた長い子の上には極めて送信の四十くらいと思われる反白の人物がいて敵意に満ちた目で自分を凝視していたそれは何千人に一人というような個性的な顔で 額は異様に広く、顎は翼のように強く張り出し、房のような眉の下には炎を上げているような強烈な目があった。彼は無断侵入がんまことに不満に耐えぬ様子で、貴様なんだと叱咤たした。自分はほとんど目も口も開けられぬ異様な悪臭に匹液ききし、 臭くてこれじゃ話も何もできぬ。今窓を開けてから話す。と答えながら斜面の天井についている窓を押し開けた。天井の壁が落ちてきて物騒でしようがない。暴れるのもいい加減にしておけ。彼は急に打ち解けた口調になって。実はな、今日嬉しいことがあって誰かと喋りたくてしようがなかったところなんだ。 俺が騒いだために貴様がやってきたというのは、これはなかなか運命的な話だぞ。争われないもんだ。貴様があんな口調で物を言ったのが、俺の感情にぴったりした。忙しくなかったらしばらくそこへかけて行ってくれ。実はな、俺の研究はまさに完成するところなんだ。まもなく俺は、無限の財産を手に入れることになるんだ。 無限だ無限無限とっぴに聞こえるだろうが、俺は狂人じゃないよ。俺はね、この十年の間、ルーレットの研究をしていた。クズ箱の中のクズのようなものを食って、寝る間も惜しんで計算ばかりしていたんだ。一体、長藩に法則がないというのは定説だ。早い話が、 ボアンカレとかブルヌイユなんていうソルボンヌの大数学者が精密な計算を例に引いて証明している例えば奇数偶数の遊びで今出た目とその後の目というものはその度に永久に新規だというこれが彼らの学説なんだよろしいところが我々は 千回サイコロを振ると、いつも半々ぐらいの割合で奇遇が出ることを知っている。もし目がいつも新しいものなら、もし奇遇に法則がないものなら、なぜ奇数ばかり、あるいは偶数ばかり千回続けて出るようなデタラメなことがないのだろう。それは不可能じゃない、と数学者は言うだろう。そりゃ、不可能じゃない。 と言いながら壁に書きつけた公式を指さした君はどういう研究を専門にやっている人なのだねあの公式の意味がわかる人なのかね壁の上にはこんな公式があった面倒くさくなったのでわからぬと答えたこの公式はな例えば ルーレットの赤黒の遊びで赤だけが続けて100回出るようなことは一世紀にたった1回しかないということを証明しているんだ何かしらの法則に支配されていて決してデタラメなものでないことがわかるだろうそれどころか研究してみると目の出方は実は秩序だった法則があることが判然するただしこの法則を発見するには 五十五万以上の組み合わせと同じ数だけの順列ととっくもなくてはならん。五十万。どんな困難な仕事か君には想像もできんだろう。俺は五年でやってのげるつもりでいたが、休みなしにやって十年もかかってしまった。そして俺は、とうとうそれを発見したんだ。もうくぶくりんというところまで行っている。 そうう言と懐から黒い手帳を取り出して頭の上で振り回しながらその公式はこの中にある俺にとってルーレットはもはや行幸を期待する浅はかな賭博ではない俺にとってそれは組み合わせと順列の簡単な遊戯にすぎない100万フランを勝つのはわずか半日の暇つぶしで済むのだ どうだ無限の富を握ると言ったわけが分かったろう。賭博の研究に10年も寝なかったと言ったら人は笑うだろうが、これは卑劣な利欲心だけで始めた仕事じゃない。実際のところえり好みしようにも、他にどんな金儲けの能力も持っていなかったんだからな。俺はこれでも絵描きだったんだぜ。 17の年から15年の間、不人転の精進をした。そして10年前にパリへやってきた。胸を躍らせてルーブル博物館へ飛んで行った。無数の傑作を眺めて、俺は傍然自失した。やがて自分に言い聞かせたね。これだけ優れた絵がたくさんあるのに。 まだ自分の出場があると思うか俺はその日から絵筆を追った。才能もないくせに絵の勉強などをはじめ、ろくに楽しい思いもせずに空飛した青春のことを考えると、五十になってようやく十万円貯めたなんていうしみったれた儲け方では我慢がならなかったんだ。賭博の絶対的な法則などはありえない。 うつろの対象を追求して10年の歳月を空飛した愚かな執着の姿を哀れ深く眺めた一つ次の日から部屋に閉じこもって勉強を始め1週間ほど多忙な日を送っていたのでどちらの部屋も訪れる機会がなかった仕事が一こぎりついたのでその夕方夫婦のいる4階へ降りていくと 夫婦は長いすに並んでかけていたが夫の方は放心したような中心のない顔をし崔君の方はせっかく魅力のある目を赤く泣き晴らしていた聞いてみると2人はその朝不幸な手紙を受け取ったのであるハワイの例のパトロンの漁場が大津波にやられ一夜にして彼自身も無一文になってしまった 不本意ながら援助ができなくなったと言ってきた。寝、ね、耳に水とは誠にこのことだ。ちょうど半年分の送金が届く定例の月で、それを待ちかねていたくらいだから、手元には千フランとちょっとしか残っていない。どんなに倹約したって二ヶ月と持ちはしない。するとその後はどうなるだろう。夫は 歌を歌う他は何一つできないうなしだし、私はミシンもタイプライターもダメなんです。パパが卑しい仕事だと言ってやらしてくれなかったのよ。アメリカならどうにかなるでしょうが、こんなせちがらいパリじゃ日本人の働く口なんかあるわけはないんだし、友達はみんな自分のことだけで精いっぱいで、他人のことなんか構かっていられない貧乏な人たちばかりなんだから、いずれは、 すするか自殺するかか私たちの運命はもう決まったようなもんですわいかにもしんみりと口説くと同情を強要するような一種ガチのある泣き方をしてみせたつまるところは助けてくれというようなわけであろうがこちらにはそんな気がない聞くだけ聞いて引き下がってきた一つ それからまた3日ほどしてから何かの用事で夫婦のところへ行くと発育不良の子供が待ち構えてでもいたようにいそいそと椅子から立ってきた喜んでください僕たちは餓死しないでも済みそうですよいやひょっとすると大金持ちになるかもしれないんですまあこれを読んでごらんなさいいわば気色満面といった風情で前日の夕刊を差し付けてよこした 何にしても結構な話に違いないからそれは良かったと言いながら刺されたところを読んでみると「モンテカルロの大象というタイトルの下にウィンナムという英国の夫人が一夜のうちに二十万フラン勝ち上げモンテカルロビーチクラブがその夫人に祝品を贈呈したとか贈呈するところだとかそういった拉致もない記事が載っていた。夫の方は、 悪いグロックでも飲みすぎたようなしどろもどろの口調でどうですすごいじゃありませんかともかく最近モンテカルロは続けざまにやられているんですよ先週も3人組のドイツ人に100万近くやられて3日の期限付きでモナコ公国にモラトリアムが出たばかりのところなんですそれで僕はちょっとしたシステムを知っているから 最後の千フランを掛け金にして一旗上げてみるつもりなんです。万一負けたって自殺することに変わりはありゃしない。次第によっては、まるっきり運命を変えることができるんだから。額際まで赤くなって熱狂しながら、机の上に置いてあった例の緑色のカジノの手法。 全数字ばかり羅列したモンテカルロ新聞の最初のページを指差しおとといモンテカルロのナンバー2のテーブルで朝の8時から夜の12時までの間にこんな順序で数字が出たんです家内にこれを読ませて朝からシステムの実験をしているんですが場で出た目の通りなんだからモンテカルロのカジノでやっているのと変わりはしないんです だいぶいい成績ですよ。5フラン掛けで小さくやっているんですが、あなた1000フラン以上勝った計算になっているんです。わかりますか ?5 フランでやって1000フラン。100フランでやっていたら2万フラン。もし1000フランでやっていたら20万勝っている理屈なんです。今、実験してお目にかけますから見ていてください。さあ。 今の続きをやろうと崔くんに言うともったいぶった様子で机の前に座り直した崔くんは心得た顔でモンテカルロ新聞を取り上げると滑稽とも悲惨とも言いようのない真面目腐った様子で車に構えカジノの玉回しそっくりの声色で「皆さん張りを願いましょう」とアナウンスし 無知と癒しさを底の底までさらけ出したぎすわった調子で35黒奇数などと一週間も前に出たモンテカルロのルーレットの出目を読み上げていたが頃合いのところで方式通りに貼り方それまでと声をかけた夫の方は目玉をつり上げてギョロギョロしていたが首だけこちらへねじむけて ご覧なさい。ルージュが10回も続けて出ている。こんなことってあるもんじゃない。今度はノワールに崩れるに決まっています。と説明すると。黒へ500フラン。と叫び、かけた印にノートへ N500 と書きつけた。赤が出た。赤が出たらどこまでも赤に乗っていく約束だったじゃありませんか。 勝手にシステムを変えるからいけないんですとイ君がやり込めた夫の方は見るも惨めに色媒して「システムといったって博打のことなんだから100%に正確なもんじゃないこれは負けた回数をうんと少なくしてできるだけ勝つ回数を多くしてその差で自然に儲けるようになっているシステムなんだから」 1一回や2回負けたって大したことないさもっとも今は勝手にシステムを変えたからいけなかった決めたシステム通り赤へ乗っていく今度は大丈夫赤へ 500g 黒が出た自分は見かねて6階にいる男も実はルーレットの研究をしているのだが 10年ももややっててよううくのになりかけているそうだという話をした「それほど研究しても必ず勝てるとは決まっていぬ」というのに「こんなにあやふやな思いつきでルーレットに立ち向かうなんて愚れなことは吉田がよかろう」とたしなめたつもりだったが2人にはこれがまるで数字のらしくたちまち激しい渇望の色を表してぜひそいつを教えてもらうことにしようと言い出した。 自分は、十年もかかって研究したものを、そう簡単に教えてくれるはずはなかろう。と、苦い調子で言うと、夫は、ええ、ですから、ただで教えてもらうんじゃない。僕のシステムを向こうへ公開するんだから。つまり、交換教授です。これなら先生も、まさか嫌とは言わないでしょう。そして、 夕食に招くという名目でうまく連れ出してほしいと頼んだ自分は事を好むほど若くはないつもりだが夫婦の厚かましさがひどく尺に触り無理にも六階の住人を引っ張ってきてひどくとっちめてやりたくなった一つ彼は長いすに寝転がって煙草をふかしていた。 部屋の紙くずは残らず消え、意外に清潔な様子になっていた。机の上にもホコリが溜まっていて、しばらくそこに寄らなかったことを示していた。彼は元気よく羽をきて、俺が会いたいと思ってると必ず貴様がのこのこやってくる。俺と貴様の間には、感能し合う電気のようなものがあるのかもしれんな。と言った。 実はお前を晩飯に誘おうと思ってやってきたのだもっとも二人きりじゃない四階の夫婦も混じるんだが案の定彼はうんとは言わなかった「女は苦手だ」とか「俺はもう社交の習慣を忘れてしまった」とかいろいろな口実を設けて頑強に反抗した自分はそこで「バターをのっけた炙り牛肉とうなぎと」 牡蠣と鳥とこれだけのごちそうがお前のために用意してあるんだと言ってそれらの料理について精密な描写をした彼は頭を抱えてうめいていたが「貴様は人の弱点を突くようなことをする貴様の策略に乗るのはいまいましくてたまらんが抵抗はできんよし行く」と言って立ち上がった 彼の鈍色ぶりは言語に絶した壮観で挑みかかるようにありったけのものを食い尽くすと喉を鳴らして遠慮なくおくびした食事が済むとすぐ亭主の方が「自分は最近すばらしいルーレットのシステムを発見したが座教までにここで実験してみる」「お望みなら公開してもいい」と言って素早く机の上にノートを広げた 彼はたちまち剣後の色を表し険しい目つきでこちらを振り返った彼は何もかも察したらしかったがそれについては一言も言わなかった例のとおり崔君が玉回しになり亭主が張り方へ回ったこの日は初めからだいぶ調子がよくて20分ほどの間にかなりの額を勝ち続けた彼は頬杖をついて目然と眺めていたが やがて突然「たわけだことをそんなのがシステムであってたまるものか!」と叱咤した子供のようにムきになってノートを振り回しながら「現にこのとおり勝ってるじゃないか!」と叫んだ彼は「勝っていることも事実だがいずれ負けてしまうのも事実だ」 お前のようなバガ野郎を納得させるには理屈ではダメなのだな。今実例を示してやる。俺が読むからやってみろ。と言ってモンテカルロ新聞を取り上げた。神妙なことが始まった。黒へ貼れば赤が出る。奇数へ貼れば空数が出る。面白いほどいちいち反対の眼鏡だ。 それは果てしないいたちごっこだった亭主は躍起となって張り続けたが間もなく仮装の全財産を失ってしおしおと賭博代を離れたどうだ俺は目を3つ置きに読んだだけだがこんなことでへこたれるようなものはシステムでも何でもありはしないのだお前のバカをここで分からしてもらったことをありがたく思え 賭博上で自分のバカが分かったときじゃ首をくくらなければならんのだこんなものがシステムだなんて出かけていったらモナコ3階で路頭に迷うぞおよびもつかぬことを考えぬがいいそれ自身貧困であるヨーロッパでは何の生活力も持たぬ孤立無縁のこの東洋人夫婦にとってこのような場合休止は空想ではなく極めてありうべき事実なのである この能なしの夫婦にとって賭博だけが最後の希望だった彼らは悲運から救ってくれるはずだった唯一の希望が跡形もなく消し飛んでしまったこの打撃はどんなにひどいものだったか夫婦は虚脱したように椅子の中へめり込んでしまったその絶望の様は見るも無残なくらいだった 彼はまじまじと夫婦の様子を眺めていたが、海中から黒い表紙の手帳を取り出すと、数字のぎっしりと詰まったページをペラペラとはぐって見せながらシステムなんてものは、無限大の数字を克服して、初めて獲得できるようなもんだ。俺は10年やった。しかし、その俺でさえ、まだ一向にわからん。君らは俺が必ず勝つと思っているかね そんなことはありえないんだルーレットというのはどれほど難しいものかその証拠を見せてやろうそう言うと崔くんに「モンテカルロ新聞のどこでもいいから勝手に読んでみたまえ」と言いつけた彼はサくんが読み上げるのを頬杖をついて聞いていたがやがて無造作に「クロエ・マキシマム」と言った 黒が出た。また黒へかけた黒が出た次は赤へかけた赤が出たたった3回で資本の1万2000フランを差し引いて5万フランも勝ってしまった彼は無頓着な様子で黒へ二度赤へ二度黒へ一度赤へ三度 それからまた前へ戻って黒へ二度赤へ二度という具合に最高額を張り続けていた不思議な現象が起きていた我々は遅まきながらルーレットが今黒と赤と交互に黒二回赤二回黒一回赤三回2212 という秩序だったアリパッションをあくことなく繰り返していることを発見したこの単純極まる反復を10回も続けた後ルーレットは別な配列へ移っていた今度は赤1回黒1回赤1回黒2回また初めへ戻って1112という反復運動だった。 彼は機械的にそれに追従していたが1時間の後、ただの一度の失敗もなしに80万フラン勝ち上げてしまったこれは仮想の賭博に過ぎぬが我々はうず高い金貨の山と膨大な銀行券の束をありありと机の上に眺める思いだった夫婦は酔ったような赤い顔をし激しい渇望の色を表しながら荒い息遣いをしていたが 細君が出し抜けに床に土下座をして彼の手を取った「助けてください」「挨拶極まる目つきで彼を見上げながら「どうぞそのシステムを」と言った彼は主戦土がその宝を隠す時のように慌てふためいて手帳を内ポケットへ押し込むと悲哀ともふんぬともつかともつかぬ様子で にシステムはない、と叫んだそして荒々しく戸を開けて出て行った一つそれから二日ばかりの後自分はまた夫婦の部屋を訪れた自分が入っていくと夫は急に勇敢を取り上げて今タルジュ事件について論じていたところだと言った 夫婦はたった2日のうちにひどく憔悴してしまい目の周りに黒い輪のようなものができていた目の中には刺すように光が現れ声には陰酸な調子が混じり誇張して言えば人相が変わってしまったと言っていいほどだったタルジュ事件というのは崔君が老棟の先銃を飲ませて夫を殺したつい最近の事件であった 病中の僧帽状態が異様だったことを女中が近所に言いふらしたので発覚したかなり夜が更けてから部屋へ帰ろうと立ち上がるとピアノの上に一冊の見慣れの本が載っていた何気なく手に取ってみると「適用毒物学」という表題がついているキーに感じて思わず夫婦の方へ振り返るとサイ君が「 私は以前探偵小説を書いたことがある幸い探偵という雑誌の編集者と懇意であるからまたそれを始めて生活の足しにするつもりだそのために今促成の勉強をしているのだという意味のことを沈着な口調で説明した一つ帰るとすぐ寝床へ入ったが 夫婦が殺人を企てているのではなかろうかという疑念のためにどうしても眠りにつけぬのであった強いて頭を転じようとしたがどうしてもどういう動機によって疑念を起こすに至ったか考えてみることにした第1は夫婦の部屋に入って行った時の印象である自分が入っていくと今タルジュ事件について話していたところだったと言った しかしその時の実感によれば明らかにそれ以外の非常に見学な何か犯罪に類したことを話し合っていたのではなかったかというような気がした第2はタルジュ事件に対する夫婦の興味の持ち方である普通に我々が持つ社会的な興味の度を超えた異常な熱心を表ししかも話題の中心は毒殺とかいうところにあった 第3は自分がこれを取り上げた時夫の目には明らかにロウバイの色が浮かんだしかるに崔くんはそれがこの場所にあるゆえんを沈着に釈義したそれはあまりに沈着すぎるためにかえって相手に疑念を抱かせるような種類の沈着で崔くんの意思を裏切って その説明明が虚偽であることを明白に申し立てていたするとあの特物学の本はどういう目的のために恒給されたのであろう人間の頭の発展の仕方にに幾通りも特別なスタイルがあるものではない秘境を打開する方法を勤勉に求めずに賭博に求めるような困憊した性格においては渇望するものを手に入れる方法として 容易に殺人を思いつくであろうさてここまで考えきたったところでまた新たな壮年に煩わされることになったそれは一種異様なもので我ながら不快を感じたのであるがそのアイデアとは殺人を遂行するまでの経過を冷静に観察してみたいというそれであった今一人の人間を殺そうとして あるる人間が計画を立てているそれは最新に考案され徐々に対象の命に迫っていくさまざまな曲折を経た後それは成功するあるいは失敗する今自分の完全で「謀殺」の全過程と全段階が展開されようとしている。 人間が徐々に殺されていく経過をこの目で見るなどは千載一遇の機会であらねばならぬしかも殺人と非殺人者の両方の面からこれを眺め運命の操り手を楽屋から見物し運命のやり方というものを思細に観察することができるしかし自分は背徳者ではないから殺人に加担するものではない あくまでも観察にとどめるのは無論である殺人者に対していかなる誘導もいかなる示唆も与えず非殺人者に対してはいかなる同情も憐憫も感じない冷酷な心を用意しておかねばならぬ殺人者を嫌悪せず非殺人者を嘲笑せぬ公平な心が必要である自分はできるだけ冷静に観察するつもりであるが 必ずしも殺人の成功を望んでいるのではない。結果はどうあろうとも教訓になる。よりよく観察するためには、両者にもっと接近しなくてはならぬ。彼の方はいいとしても、夫婦の方は毎日出かけていく口実がない。しかし、こんな具合にはできる。不便だという名目で夕食の世話をしてもらう。 相当以上の費用を払ったら承諾するに違いない幸い自分の方針ぶりは彼らに愚直凡庸な人物であるかのような印象を与えているから彼らに気兼ねなく振る舞わせることができるであろうと思う観念内の遊戯としてもてあそぶ分には一向無難であるが実行に移した場合のことを考えると倫理感情は一種不快な圧迫を受ける。 殺人に対していかなる積極的な意味においても共犯以外の何者でもないからである一つ翌朝になっても観念に対する熱望は一向に薄らいでいない自分は開花に降りて夕食の件を依頼した案の定細君は快諾した 殺人計画の進行を主催に知るためには大綱上毒物学の知識が必要であると考えその足で図書館に行き細君の手元にある2冊の本を借りでした一つ1月13日いよいよ今日から観察を開始することに決め手帳を1冊用意して医者の臨床日記のような体裁で 夫婦の言動に現れた犯罪的兆候を逐一書き留めておくことにした既形を用いて意図を探り取ることは容易であるが自分はあくまでも観察者の位置にとどまることを欲するものであるからその方法は好まない自然発生的に現れた外的兆候と多少の心理的打診による以外に情勢を察知する手段がないが 自分の専門の研究はあたかも一段落をつけたところなので一日の全部の時間を観察に充てることができるそれで一日を三分し午前は毒物学の研究のために咲き午後は六階の住人の部屋で夜は夫婦のところで過ごすことに決めたところでここに一つの困難というのは毎日六階の住人を訪問する口実がないことである 彼は優れた洞察の才を持った男であるからいい加減な言い抜けでは意図を見抜かれる恐れがある大人げない思いつきから不快を与えたあの夜以来彼に会う機会がなかったがその折の陳謝をしながら適当な口実を見つけようと思って6階へ上がっていった彼は窓によって呆然と暮れかかるパリの空を眺めていたがこちらを振り返ると 遠した様子で黙って椅子を指し示した何か都合が悪そうだと見て取ったがそれには肯えせず「この間は失礼したあの船舶なやつらをたしなめてもらうつもりでちょっと策略したのだが意外な結果になって不快をかけてしまった」「どうもすまなかった」と詫びを言った 彼はあの夜のことに触れたくない様子で始終そっぽを向いていたが出し抜けにこちらへ向き直るとなんとも形容のつかぬ修繕たる面持ちで「そんなことはどうだっていい改まってわびるほどのことでもないが俺はあの晩異常な経験をしてそのためにまた初めから研究をやり直さなければならないことになったんだ」と言った。 そして極度の失意を表しながら哲学的な意味で賭博をリードするシステムなんてものはあり得ないというがそれは確かに真理だ俺はあの晩愕然とそれを悟った俺の今までの研究は何の価値もないこの黒い手帳に書きつけた公式や法則はそれ自身無に等しいということを発見したんだ 俺はな、あの晩夫婦の愚かな計画を思い止まらせるためにわざと負けてみせてやろうと思ったのだ10年も研究したという男がだらしのない負け方をしてみせたらいかに無謀な夫婦でもルーレットで一旗あげようなんてことは思い切るだろうそこで俺はでたらめな組み合わせを作ってどこまでも機械的に押し通してやろうと考えた この方法では絶対に勝つはずがないのだ。まず、黒を頭にした2、2、1、3という組み合わせを何度でも繰り返してやろう。そこでいきなり始めたところが、ご覧の通りの結果になった。1、1、1、2という出まかせな組み合わせで抵抗することにした。するとどうだ またその通り目が出るじゃないか。負けようと焦れば焦るほど勝ち続けるのだ。俺が何を言い出すつもりか、貴様にはもう分かっただろう。勝負に対して絶対に無関心な人間だけが、ルーレットを征服できるということだ。ルーレットと戦うには、システムだけでは何の役にも立たぬ。 それと同時に、勝負に対する絶対な無関心。純粋に天旦なところが必要だ。システムを活用できるのは、そういう破格な精神の持ち主に限るのだ。仮に賭博にシステムがあるとすれば、そのような微妙な状態においてのみ存在するのだ。しかるに、この俺は、 まるでガキのように勝ちたがっている。俺はどんな主戦土よりも強欲だ。この俺がシステムなんか持って出かけていたら必ずやられてしまったに違いない。立然としたよ。俺はこれからその方の研究を始める。修行をし抜くつもりだ。 そういう心の用意ができるまで絶対にルーレットはやらん。しかしだな。と言ってにやりと笑うと、そういう高慢な精神を持つようになったら、ルーレットなんかやる気はなくなるだろう。あの晩の貴様のやり方は愉快ではなかったが、この点では感謝してもいい。 それからもう一ついやこれはうまいなぜか頬を好調させて窓の方へ目をそらした憔悴した方が少年のそれのように生き生きと輝きあたかもシンクの二つのバラが咲き出したかのごとき印象を与えたやがて彼は言った一人でしゃべったが貴様のようは何だ自分は これから毎日話しに来たいと言ったむしろかたじけないと彼が答えた一つ5日目には初めて彼を訪ねた毎日訪問することにしておいたが夜を除く以外の時間をもって大急校で毒物学の知識を摂取する必要があったからである 今日の主たる目的は殺される人間というものは直前どんな人相をしているものかそれを見届けるためであった一般に上停に赤飯が現れるというのは大志の相だというそんなものが現れ始めているであろうか彼は頭を抱えて長椅子に行儀していたその顔には苦悩の影が宿っていたが 不吉を感じさせるようなものは見られなかった。彼はちらりと目だけ動かして自分の方を見ると。おい、俺は妙なことになったよ。と突然に言った。俺は熱烈にあのサ君を愛するようになってしまった。これだけは君にも告白しないつもりだったが。 苦しくて我慢できぬから言う。どうしてこんなことが始まったか説明はできぬ。俺は過去にこんな経験を持たぬので、これを恋愛だと認めるのさえだいぶ暇がかかった。はじめ俺は多分情欲だけの問題だと考えたので、スファクシスへ出かけてみた。パリの公認女郎屋の名。そして、 この感情は肉体の飢餓ではなく、心の飢餓によって引き起こされたものだということを知った。43歳で初めて恋愛をしたと言ったら、貴様は笑うかもしれぬ。しかし、どういう激烈な状態で始まるものか、それだけは察してくれるだろう。この10日の間、どのくらいモダへ悩んだか、説明したところで通じるはずはないから言わぬ。 ただ俺は、人間が経験するであろう苦悩の最も深刻なものを経験したとだけ言っておく。率直に言うが、俺はあのサイに愛されたい。俺のものにしたい。俺は憧れ、渇望して、今にも気が狂いそうになる。しかし、それは元より不可能だ。芸術と賭博と、 二つの愚かな者の,のために恋愛する資格を消耗してしまった。俺にはもはや、青春も、健康も、勢力も残っていない。のみならず彼女は人の妻だ。これは厳粛なことだ。俺の道徳は、どんな理由があろうと、 それを犯すことは許さぬ非常に苦痛だが何とかしてこの感情を圧し殺してしまうつもりだ自分はついに一言でも発することができなかった低調な精神を持ってこの壮烈な魂に何を言いかけようというのかそしてここに 明瞭な運命の所長を見た。いこじなまでに、不器用なやり方を。ひとつ。その夜、部屋へ引き上げようとすると、亭主が。このごろ、南京虫が増えてやりきれぬから、部屋を密閉して、訓定消毒をするつもりだ。ついでだから、あなたの部屋もやってあげましょう。二日だけ。 近所のホテルへでも行ってくれれば済むのだから。と言った。やってもらってもいいが、リンなどを燃やされては標本がダメになってしまうが。と言うと。いや、そんな心配はありません。ピュネリマという無害の訓定薬です。と答えた。部屋に帰るや否や、ピュネリマとはいかなるものかを調べてみた。 それはシャン化物で燻蒸する際に発する水酸化ガスの微量を吸い込むともはや絶対に助からぬそして極めて周到な解剖と精密な毒物検出試験によるのでなければその死因が何であるか証明することができぬのであるオリバーの中毒死及びその実例に6年前ニースのホテルで起こった事例が記述されている ホテルの支配人は空き部屋に燻蒸消毒を施したが2階の部屋に寝ていた男がわずかばかり開花から漏れてきたガスのために死亡したのである死因は全然不明であったがある個人的な理由によって再三精密解剖と毒物検出の実験が施された末かろうじて判明した自分の部屋でシャンカの燻蒸を行い そのガスの微量が上の彼の部屋へ漏れていったらその結果は極めて明瞭である開花の部屋を消毒することがその会場の人間の死を意味するなどと誰が思いつくものだろう巧妙な夫婦の計画には教嘆の念を禁じ得ないその意図を知りつつ部屋を明け渡せば積極的に彼らの計画を助けたことになる 次の朝今子宮の勉強中であるから部屋を動くわけにはいかぬと謝絶しその足で6階へ登っていくと彼は風の気味で赤い顔をして寝ていたそしてこれでは食事にも差し支えるからイ君に病中の用事を足してもらいたい君から頼んでくれるわけにはゆかぬかと臆し赤面しながら極めて統合しにその意味を言った 彼の不憫な連状がいとしまれてならぬその苦しい心の中はもとよりよくわかるが夫婦にむざむざ機会を与えるような取り計らいはできぬそれくらいのことで細君を煩わす必要はない俺がやってやると言った果たして彼は落胆した様子で以来非常によそよそしくするようになった無情を恨むような目つきをし 時には自分の来ることを好まぬような態度さえ露骨に示す一つ3日ほど後の夜崔君が6階の住人を夕食に招きたいからことづてを頼むと言った自分さえ食えないやつらが何で人を招くまた新規な方法を暗室したと見て取ったので彼は風邪気味だから正体には応じられまいと告げた 夫婦が彼に接触する口実になりはせぬかと恐れたのである次の夜入っていくと崔君が寝床で眼薬を飲んでいた眼薬の箱にはポリモス錠と書いてあった病気かと聞くとこの頃な何となく元気がないから競争剤を飲んでいると答えた食事の後夫婦に背を向けて新聞に読みふけていたが そのうちに何気なく顔を上げピアノの漆喰に演じている異様なものを見た夫婦は互いに目でうなずき真偽と憎悪の入り混じったるごときすさまじい視線を自分の方に送っていた生まれて以来未だ感じたことのないような深刻な恐怖のうちに夜を明かした兆候を察知しようとするあまりいささか打診しすぎそのために 夫婦に鬼を察し知られてしまったのであるそれはまだ疑いという程度のものであろうとも危険の程度は同じである夫婦の計画を知っていると感づいたら多分生かしておくまいそのためには機会はあり余るほどあるのである一つ翌朝 売薬処方便乱でポリモス錠の処方を調べその蛋薬には競争薬としてアヒサンのごく微量が含まれていることを知った彼女が何の目的でアヒサンの微量を服用しているかその意図はすでに明瞭であるそれを微量から大量へと暫時増量服用し我々と共に致死量を飲んでも生命に危害を及ぼさざらんとする目的である 自分は急いでアヒサンの解毒薬を調べてみた。最も効果のあるのはメチレーヌの静脈注射である。メチレーヌ。しかしそれをどうして手に入れるか。残された方法としては、対抗的に自分もまたアヒサンの微量を増量服用することである。命をかけてまで観察にふけるほど愚かではない。 一つ。入って行くと、亭主が腹ごしらえをしていた。細君はと尋ねると、六階の看護を引き受けてそっちへ行っていると答えた。役にも立たぬ一冊の古手帳のために、夫婦は残酷なる機会をつかんでしまった。彼が毒殺されるのは、もはや時間の問題である。多分、 アヒさんの角の低腐によって体の初機能を対抗させられ消えるように死んでいくのであろう六階へ行くと彼は額にうっすら汗をかいて眠っていたはかない冬の夕日が顔にさしかけ一種壮棒たる調子を与えている顔は急に彫りが深くなり鼻がそびえ立っているようにも見える 抜群の精神と少年のごとき純真な魂を持ったこの男は偵察下船な夫婦のために殺される自分は心の中で言った貴様はもう死ぬ交友の日は浅かったが年来の友と死別するような悲哀の情を感じたこの男も白命であった 次の日の日夜明け頃前の廊下を駆け歩く慌ただしい足音を聞いた戸を開けて走ってゆく妻を捕まえて聞くと彼が頑固なおう吐を始めたので医者を迎えに行くところだと答えた行ってみると彼は止めどもなくおう吐し続けていたもはや吐くものがなくなり薄桃色の液を吐いていた夜明け近く6階へ上がっていった 扉を引き上げると思いがけない光景が展開した夫婦は睡眠不足で赤く目を離して緊張した様子で動き回っていた崔君は湯たんぽを入れ替えおむつを引き出し亭主の方は裸の胸へ彼の足を押し付けて体温で温めようと一心になっていた時々彼の顔の方へ耳を寄せ彼の呼吸が少しでも休まり 彼の顔から苦痛の色が薄らぐと夫婦は涙ぐんだ目で嬉しそうにうなずき合うのだった困惑した頭ではこのなりゆきに解釈を与えることができず彼の呼吸が少しでも休まり彼の顔から苦痛の色が薄らぐと夫婦は涙ぐんだ目で嬉しそうにうなずき合うのだった困惑した頭ではこのなりゆきに解釈を与えることができず 呆然たる心を抱いて部屋へ帰った一つ2週間にわたる夫婦の看護で彼は類似赤痢から奇跡的に命を取り留め寝台の上に座っていた自分を寝台の横にかけさせると唇の端に皮肉なしわを寄せながら言った「俺は自殺するつもりで」 毎晩あの雨受けの腐れ水を飲んでいたんだ。これ以上生きながられていると、賭爆の研究で次第に消耗してしまう。そんな死に方では死にきれなくなったんだ。俺のシステムが完成して千万の金を儲けたって、俺の肉体は過労で困廃して、 その金をばらまく力さえ残っていないだろう。芸術の夢と賭博の幻に取りつかれ四十三年、恋愛一つせずに克服してきたが、たとえどんな富が将来に約束されていようと、この上こんな生活を続けるのが嫌になった。自分の胸に、 いささかでも恋愛を感じ得る柔らかな情緒が残っているうちに、人間らしい死に方で死にたくなった。賭博のためでなく、恋愛のために死にたくなったんだ。生涯たった一度の恋愛をし、愛人に看護されながら死ぬのなら、それこそ本望でないか。 それをあの夫婦が、むやみに解放して、とうとう直しちまいやがった。と言った。一日二日ほどのち、夫婦がお別れだと言って部屋へ入ってくると、サイ君の方が懺悔したいことがあると言い出した。私たち、六階の先生を殺そうと思っていたんです。 何の目的かは言わなくてもお分かりでしょうでも、それは考えるほどたやすいものではありませんでした。いざやろうとなると、二人で顔を見合わせてため息をついてしまうんです。そのうちに、あの方を看病することになって、いつでもやれるようにはなりましたが、そうなると、あたしのいないうちに夫がやりはしないか、 幼大が少し悪くなれば自分が毒を飲ましたと思われはしまいかとお互いに探り合い監視し合って敵同士のようになってしまったんです。そのうちにこんなに苦しむならたとえ餓死をしてもよそうと言い出しました。そこへあの急変でしょうこのまま死なせると私たちの思いで殺したようになるので死に身に看護して ととうとう直しししてましまいました。亭主はこれからペルジックのスパへ行って自分のシステムでルーレットをやってみること対象する気なぞない毎日細く食べていけるだけ勝てば満足であることもし行けなかったらその時は夫婦心中をするんですと言って崔く君の方へ振り返った崔く君は夫の手の上に手をのせた それが同意の印ししでもあるように次の夕方夫婦はペルジックへ立っていったタクシーの窓の中で手を振りながら一つ5日ほどのち6階へ上がっていくと彼はたぐまったような格好で寝台に横になっていた非常に痩せ細り 顔などはびっくりするほど小さくなっていた自分が入っていくのをもどかしそうに眺めながら感んを起こしたような声で言ったおい俺はこうやって三日も貴様を待っていたんだぞ俺は動けなくなったんだ手も足も苗えてしまって身動き一つできやしないんだ どうしたのかと尋ねると彼はいまいましそうに唇を引きゆがめながら「なあに自殺するつもりでいろんなものをでたらめに飲んでやったんだ」「眼薬だのたばこの煮汁だの写真の現像液だの」そして目を覚ましてみたらこんなことになっているんだ。 そう言うと、火のついたような目で自分の目を見つめながら。貴様を待っていたのは、俺を窓から投げ出してもらいたいんだ。手足が少しでも効いたら、張って行って自分でやる。死ぬのに人に手数をかけたくないが、今言ったように、指一本動かせやせぬ。 だから貴様に頼むのだ。金もなく身寄りもない外国で酔い酔いになって生きているのはどんなに悲惨か貴様にもわかるだろう。余計なことを言う必要はない。友達以外に最後の嫌な役をうんと言って承知してくれ。 衣装は書いてあの通り机に載せてあるどんな意味でも貴様に迷惑のかからないようになっているそして変な言い回しをすれば貴様に投げ出してもらえたらどんなに嬉しいだろうと思って何しろ フランス組んだりのこの汚い部屋で、一人で壁を眺めながら死ぬんじゃないから。最後に、貴様の手の温かみを体に感じながら。よし。投げ出してやる。今すぐでいいか。 彼は頷いた。自分は猶予なく彼を抱き上げた。これが肉体かと思うような軽さだった。彼は満足そうに呟いた。システムは完成した。とうとうポアン彼をとっちめてやった。どんな方法か読めばすぐわかる。手帳は 胸の各地に入っている。俺にくれるというのかやる。自分は彼の各地から手帳を抜き取って上着のポケットへ放り込むと、彼を窓に立たせてパリの屋根屋根をしばらく眺めさせてやった。もういい。と言った。自分は、 後ろから強くついた彼は勾配の強いスレートの屋根の斜面を滑り蛇腹の出っ張りにぶち当たって門戸を打ち足を空へ向けた妙な格好で垂直に闇の中へ落ちていった空が白んできた「この辺でやめよう」 手帳はストーブへ投げ込み、手帳はストーブへ投げ込み、この出来事にきっぱりと結末をつけるつもりだ。二度と思い出すまい。